あの、まあ、聖書考古学から言えば、うん、まあ、聖書で一番古いのは創世記ですから、はい、あの創世記の中にあのその巨人のことが書かれているのでちょっと読みますね、はい、あのその頃またその後にも地にネフリムがいた、これは神の子たちが人の娘たちのところに入って、娘たちに産ませたものである。彼らは昔の勇士であり有名な人々であった、うん、これ創世記6章の4節、はい、今お話したのはあくまでも聖書の中の聖典、いや正しいってことですね、はい、あのこれカノンという言い方をします。でそれ以外のものはあのいわゆる外典といいましてね、アポクリファ、あの聖典、正しいその中には加えられないけれども、ええ、まあ、参考資料として使っていいよと、うんうん、で、この巨人について外典にはどう書いてあるかとお話しましょうね、これ外典とはエノク書とかヨベル書とかあのヤシャル書とかいっぱいあるんですが、はい、まずありますね、はい、神に反逆したネフィリムは、獣的で残虐で狂信的な人食い巨人族に堕落してしまった。あとですね、人間の食料を食い尽くすと、これ人が集めた食料って言うんですからね、人間も食い、それもなくなると共食いを始めたって、これ絵の句書に書いてある。聖書には順番がありましてね、あの、まあ、巨大な生き物がいた、怪物がいたって、これ恐竜もいたんですよ、はい、この時代、まあ、少なくとも非常にこう残虐で肉食的な巨大な生き物がいて、そこにも人の巨大な、巨人もいたと、うん、テキサス州、まあ、南部ですよね、はい、南北戦争で負けた側ですけど、ロンドンという地名がありましてね、その付近でグレンローズっていう町があって、それから6キロほど、うん、行った先に、パラクシーっていう名前の川があるんですね、パラクシー川、はい、その川床からですね、あの巨人の足跡が出てきたんですよ。それもちゃんと歩いてる、まあ、うん、はい、その巨人の足跡と恐竜の足跡がクロスしてるんです。でこれあの厳密に言うと白亜紀の石灰岩層というんですが、白亜紀って1億数千万年前ですよ、はい、その地元のね、その新聞があって、このスターテレグラムっていう、その勇敢にですね、そこは1982年の6月の17日付の新聞にこう書いたんですね、進化論を踏みつける足跡。あのアメリカ科学ジャーナルという本があってね、1882年に、ネバダ州カーソン近郊の砂岩、あの砂の岩ですね、に巨人の足跡が結構残った化石が見つかったと。ということを報道してますね。で、石炭紀というとだいたい2億年前から2億5000万年前ですから、もう恐竜時代そのままですよね。恐竜と完全に人類がというか巨人が、はい、共存していたという証拠になる物が現れたと、はい、1927年のネバダ州、あのフィッシャーキャニオンっていう場所があってね、まあ、あのキャニオンというからにはブラックキャニオンとかね有名ですから、まあ、そういう非常にこうバームクーヘン状に切り立った断崖絶壁でね、そういう場所で実はあの靴、はい、靴跡が発見されてですね、三畳紀、まあ、地質学上ね、三畳紀って言うと1億6000万から1億9500万年前だとやってて、そこで靴のでかい化石があると。はい、靴跡のね、巨人が靴を履いて、そうそうそう、きれいにこう編み込まれたこのその太い糸の跡までちゃんと化石になってる。あ、それだけじゃなくて、あのユタ州にはサンダルの三葉樹を踏み潰した跡の化石もあります。ですが生きた三葉樹を潰してぐしゃっと潰れた三葉樹とサンダルの化石があるんですよ。実はこの、やっぱりテキサスなんですが、はあ、このパラクシー川、先ほどが言ってるね、はい、のまあ、割と近くでですね、ちょっと妙なものが出てきたんですね。あのこれマーベル郡っていうところなんですが、
木が化石になったやつなんですけど、素人目にはもう岩にしか見えないんで、なかなかそれが砦跡だというふうに気づく人はいなかったんですよ、うん、メタセコイア、はい、まあ、アメリカでは一番でかいもんですよ、はい、まあ、それがですね、まあ、分かってるだけで今全長が、約150メートル強、ほう、こう隙間なくこう立ってるわけですよ。へ、ありえませんからね。それもね、10じゃなくて20なんですよ。だからこれは明らかな人工物なんですよ、うんうん、これ何から守ったんだっていうことなんですよ、うん、そうですね。というかこの出てきたこの岩の壁ね、化石かなってやつが、恐竜時代なんですよ。これ一番これ学者嫌がる数値ですね。巨人の足跡がね、出てくるパラクシー川に近いところにあるところにある砦ですから、はいはい、うん、で巨人は何で滅びたかっていう、3メートルを超えた人間というのはですね、今の我々の重力ですね、立てないんですよ、立ち上がることもできなくなっちゃうんですね。重力が、地球が強くなったんで巨人は立ち上がれなくなって死んだ、だけどなんで重力が強くなったのかがわからんわけですよ。まあ、アスカ情報から言うと、月から、まあ、月の中身空っぽですから、はい、もともと月にあったのは超高圧熱水帯といってね、でこれが地球と接近したときに超積で破断して地球を総なめスプラッシュした。月の大きさぐらいのものが加わったわけですよ。月の内部がほとんど抜けて地球に来てますからね、はい、うん、そうすると重さが加わったと、まあ、そういう形で重力が増えたと、まあ、僕は思ってるんですが、問題は、はい、酸素の、はい、量ですよね、うん、これジュラシックパークなんかでもこう出てきたんですが、まあ、木の樹液、はい、これが固まったやつを琥珀って、あ、それが琥珀なんですね、うん、そうそう、琥珀ね、はい、この樹液というのはですね、固まる段階でこう大気も取り込んじゃうんですよ、はあ、恐竜の時代の大気をそのまま封印してるんですよ、はあ、うん、そうなんです。でそれを調査したらですね、平均的にやっぱり 30% 酸素濃度が高いんですよ。酸素の密度が高ければエネルギー一瞬に瞬発力も含めて非常に高くなるんですね。そうすると3メートルを超えることは不可能じゃないんですよ。今の環境下ではダメだと思うけど、はい、ただ我々がどうして巨人にならなかったのかという謎もあるんですよ、はい、あ、そうですね。でもう一つ、その巨人は一過性のものじゃなくって、巨人はグループで存在していたということは、巨人同士の結婚もあったろうし、もちろん頭はでかいですからね、はい、そうなるとやっぱ頭もいいはずなんですよ。人間よりもある意味優秀だったかもしれない、うん、だけど神に逆らってうんぬんという記述がある以上は傲慢に陥ったのかもしれないね。巨人というのは持ちすぎた力が大きいがゆえに堕落するのも早かった一種の人類と僕は解釈いたします。